皆さんこんにちは、キリアです。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。前回人魚のロミアからマーメイドハープを受け取りまして、そしてここから海底に行けるということなので、ここへ行ってみましょう。おっと、直前で敵が出てきた。はい、勝ちました。では行きましょう。はい、キリアはマーメイドハープを使った。おお、これで、おっと、海底王国ムーレアというところに着きました。まずは話しかけてみましょうか。ようこそ、ここは海底王国ムーレラ。人間のお客さんなんて何百年ぶりだろう。おお、ありがとうございます。いや、大丈夫です。はい。人形側は人間のことをなんか嫌ってたりとかそういうことはないみたいですね。おお、ジャンプしたらふんわりつ、おっと、なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。え、虹色の枝ってそんな能力あったんだ。やまびこの笛的な。ただこれいつも普段レッドオーブ、イエローオーブ持ってますから、ずーっと光り輝くことに、ならないのかな。あ、大事なものの説明のところに書いてある。オーブが手に入りそうな時、強く光り出す枝。あ、そうか。なるほど。オーブが近くにある時、強く光り出すんじゃなくて、オーブが手に入りそうな時に光り出すのか。オーブはずーっと持っている状態だから、ずーっと光っているんじゃないかなと思ったんですが、そうではなくて、キリアがオーブを手に入れそうだな、とこの枝が感じた時に、光る。すごいな。これから起こる出来事を探知する能力でもあるんでしょうか、この虹色の枝。ちょっと待って、みんな話を聞いてみましょうか。ここがロミアの故郷、海底王国ね。地上では絶対に見ることができない景色。とても美しいところだわ。そうですね。はい、探索は用事を済ませてから。と言われてしまいましたが。水の中でも呼吸ができるようになっているみたいですね。さあ、では。おー、すごいな。海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。キリア、オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。ロミアのことを伝えなければ。そうですね。人魚って女性しかいないんですかね。どうやって子孫を残していくんだろう。人魚の歌には癒しの力があるの。おお、はい、お願いします。おお、 HP と MP が全回復、ありがとうございました。おっと、ほら、今年で240歳になるけども、人間とおしゃべりすんのは初めてだ。あんたが噂の女王様のお客さんだな。もう噂になってんの。女王様のお客さんって言っても、女王様に招待されたわけじゃなくて、ロミアからハープを受け取って勝手に来たんですけどね。あんたが海底で息ができるのは、女王様だけが使える魔法の力だな。あ、そうなんだ。あ、じゃあやっぱり女王様が、歓迎してくれているのか。というか、さっき女だけって言ったばっかりですけど、この人、これも人魚なのか。この人と人魚が一緒に
子孫を作っていく ということなんでしょうか。あ、はい。いや、すごいテンションの高い。お、万能薬、こんなのもあるんですね。ヒットポイント90以上回復か。サンゴの髪飾り。帽子、ほう。万能薬、これ買っとくか。ちょっとレベル低めで来てる部分もあるので、ボス戦とかだいぶ苦戦するんですよね。なのでこれを買っていきましょう。待て、先に、いらないものをどんどん売っていきますか。よし。これで準備は万端でしょう。そしてこっち側は、武器や防具、おー、これか。この、なんだこれ、サメ?サメか。え?返事がない。人間の言葉は通じないようだ。買えないじゃん。なんだこれ。すいません。向こうの人と、向こうの店で買い物したいんですけど、通訳は頼めない。エラなし、ヒレなし、水かきなし。まさしくそなたは人間だ。はい。幼き頃より憧れ続けた人間が今、私の目の前に。すごいテンションですね。私はこの家の家政婦をしているの。ご主人はロミアさんっていう、とっても綺麗な人魚なのよ。おー、ここがロミアの家。はい。実はね、この家にはもうすぐ人間の男の人が引っ越してくる予定だな。そうか、ロミア。ロミアも本当嬉しくて、そういうのことをみんなに話していたんですね。はあ。やばい、やばい。もう、えらい、辛い。素敵な海底暮らし。機内へ、ロミアより。機内へ、ロミアより。素敵な海底暮らし。人間さんが海底で暮らすとき、覚えておきたいあいうえを。はぁ。そうか、これ、ロミアは、機内と一緒に、結婚して一緒に暮らすことを思い描いていて、それで、機内が困らないように、新婚生活、この海底の中での生活で困らないように、こういうのを書き留めて おいたんですね。ああ。わあ、ダブルベッド。ああ、もうめっちゃ辛い。あれはもう何十年前になるかしら。当時、私は人間の世界に夢中で、王国の近くを通る船をよく見に行っていたの。ほう。その時に聞いた明るい歌声が今も耳に残っているの。もう一度、あの歌声が聞きたいわ。へえ、人魚の歌声ではない?人間の歌声?気をつけます。では、行きましょう。ん?どれが女王様?この人が女王様か?ようこそ人間さん。女王様が玉座の間にてお待ちです。あ、違うんだ。人間用の階段なるものは、海底宮殿にはございませんので、私が玉座の前お連れします。あ、そうかそうかそうか。はい。ようか、もう水の中だから普通に泳いでいけるから、階段は必要ないのか?おー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 ちょっと待って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 。降りるときも、こうなるわけですね。ジャンプして泳いでいくことはできない。もう一回お願いします。あ、これは、あれか。教会か。では、こちらの方。はい、お願いします。いえ、まだです。はい。うおっと、イベントが始まりました。
お待ちしておりました、キリア。ようこそ、海底王国、ムーレアへ。私は人魚の女王、セレン。キリアだと？ジオさん、あんたなぜこいつの名前を知っているんだ？私は、ちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを知っていますわ。地上のすべて。おお。お、オーブを、それなら、オーブを探しているってことも、おお、グリーンオーブ。人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の光を閉じ込めたよう。ロミアのことではお世話になりました。さあ、これはお礼です。あなた方にお返ししましょう。お礼と言われると、なんか、そんなにいいことはしてないんですが、ありがとうございます。私は見ていました。ロミアと機内のことを。陸に上がった人魚は泡となり消える。この掟を越え、愛し合おうとしたのは、彼らが初めてではないのです。はぁ。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきました。けれど、それは叶うことのない夢。お？私たち人魚から見れば、力も体も弱く、未熟な心を持ったあなた方人間はとても危うい。しかし、瞬きのような一生の中で何かを求め、力強く生きる姿は、ひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に憧れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。機内とロミア、巡り、回る、命の胎児の意志のもと、二人が再び出会うことを祈りましょう。はあ。そして今、私とあなたが出会ったのも、大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者、キリアよ。時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはきっとまた巡り合う。お？すべては大樹の導きのもとに。叶わぬ恋の見届け人。はぁ、悲しい話でしたけど、まあこれで一つ区切りがついたということでしょう。あ、はい。では、あなたの進む先に見える不思議な力についてお話ししましょう。ここより遥か西、海にそびえる光の柱の先に、少女たちが集う華やかな場所がありますわ。これはメダル学校のことですね。その場所の主はとても不思議な人だけれど、悪い人ではないと思いますよ。きっとあなたを歓迎してくれるでしょう。ほう。ああ、これはヒントをくれるのか、次どこに行くのか。ただ、これはあくまでヒントですから、この通りに進まないといけないっていうわけではなさそうですね。よし、では。これが紫色になっている。あれはもう何十年前になるかしら。当時、私は人間の世界に夢中で、王国の近くを通る船をよく見に行っていたの。あ、これさ、話は同じなのか？あ、違った。その船はとても立派な商船でね。たくさんの船乗りさんに混じって小さな男の子が乗っていたのよ。その子は小さな手に楽器を抱えて毎日毎日陽気な歌を歌っていたわ。彼の歌は明るく陽気なリズムで海底王国では聞いたこともない歌だった。私は夢中になって聞いていたわ。けれど、しばらくすると、その子は船を降りたのか、陽気な歌は聞こえなくなってしまったの。ああ、もう一度だけ、あの歌が聞きたい。旅人さん、どうか男の子を探し出して、歌を歌ってほしいと頼むことはできませんか？ほう。おっと、報酬はグラコスの槍。これはぜひ、クリアしたいですが、ただ、心
心当たりは全くないですね。少年と言ってましたけど、これも、機内と同じように、もうすでに年老いている可能性もあるし、もしかしたら死んでるっていう可能性もあるし、うん、昔のことですもんね。それに見つけたとしてもここに連れてくるのか。覚えているのは、ダーハルーネという船に書かれた人間の文字だけ。ほう、ダーハルーネか。わかりました。よし。この町はもうこれで、もうこれ以上のことはないかな。じゃあ、ルーラで、ダーハルーネ行ってみましょう。さあ、このダーハルーネの町で、歌のうまいと言ったら、海の男コンテストに出場していた、出場しようとしていた、銀融詩人ですよね。ちょっと待って。噂によれば、遺跡のある村に魔法の鍵の伝承があるらしいのですが、そこまで行くのも大変ですし、遺跡のある村、お？その取引相手はどこにいる？どこに行ったんだ？思いっきり兵士が歩いてますけど、全然捕まえる気配はありません。さあ、それで海の男コンテストのこの人はどうだろう。お、そういえばこんな話を聞いたよ。海を航海していると、どこからともなく世にも美しい歌声が聞こえてくるんだとか。そう、それ人魚でしょう。人魚の話ですよね。で、その人魚があなたに会いたがっているんです。あ、この人関係ないか。違うのか。え、じゃあ、誰だ？このおじいさん？は関係ない。おっと、町で一番大きな船に乗って船乗りたちのために歌を歌ったな。この人じゃないですか。わしの歌を聞きに人魚が海から顔を出したこともあるんじゃからの。聞いてきましたよ。あの時の人魚がわしの歌を覚えてくれていたとは、こんなに嬉しいことはない。ぜひとも歌を聴かせてやりたいのじゃが、わしは年を取りすぎてしもうた。もう昔のようには歌えないのじゃ。旅人さん、無理を言ってすまないが、わしの代わりにその人魚に歌を歌ってやってはくれまいか。え？キリアが歌っても意味ないでしょ。ちょっと待って、そうなの。じゃあ、これ引き受けますか。キリアが歌って意味あるのか。はい。それでは、わしが今から歌う歌を覚えてくだされ。船は気ままに波任せ、風切り走る大海原が、我らのふるさと、我らの母よ。ん？これって覚えなきゃいけないのか？船は気ままに波任せ、風切り走る大海原が、我らのふるさと、我らの母よ。海の上ぞ、どんなに遠く離れようとも、海の歌が潮風に乗り届くなら、我らの心は海へと帰る。はい。これ、いや、もしかしてここまで長いってことは別に覚える必要ないのか？はい。よし。では、これで、海底王国行きましょう。さあ、戻ってきました。はい。あ、これはやっぱり自動で流れてくるんですね。自分で何か選択肢を選ぶとかではなく。はい、歌いました。あの老人の、あの少年の歌声ではなくてもよかったのか。よし。さあ、ではこれを聖女に装備させましょう。バトルフォーク3からグラコスの槍、かなり強くなりますね。さあ、ではここで家事をしていきましょう。まずはレベルアップ。
集中力1ポイントアップ。これで打ち直しで、セイナのグラコスの槍、これを打ち直していきます。はい。よし。なんか打ち直し、なんか最近、手に入れたすぐのものって、あれだ、集中力が全然足りないことが多いので、大丈夫なのかよ。よし。ここまで来た。これはもう叩く叩く叩くでいくしかないか。よし、手加減しても意味ないので届かなかったらしないです。では、止めるわ。マジか。手加減でよかった。これで、もう下げる。おー、プラス1。プラス1。まあいいでしょう。それで、前にシルビアの武器を今無知装備してますが、片手剣に変えようかなと、話をしたと思いますが、それやってみましょうか。レッドアイが必要か。それならまあしょうがないんで、鋼の剣作りますか。シルビアに鋼の剣を作っておきましょう。2回もう1回いくわ。じゃあ待って、最初に。いや待って。手加減でここを。全然無理だ。思ったより無理だった。そうなると、待って、これ2倍で。2倍でもこれか。ああ、出たな、今回。こうするの、しっかりいった。プラス2。で、シルビアに盾も作っておきましょう。はい。あ、そのままか。じゃあ2倍打ってここは行って、入った。ちょっとだけ入るな。たく、手加減いくか。今の状態だとちょっといい出来なのか。で、下が38でちょっとオーバーしてる。上は66でそこそこオーバーしてる。そうなると右腕に手加減かな。これでなかなかいい。右下にもやるか。いや、意味ないな。これで仕上げましょう。さあ、ゴールドトレイプラス2ができました。で、あと今、セーニャがこちらの槍装備してますが、雑魚戦はそれでいいんですが、ボス戦の時に持ち替えてスティックと盾にした方がいいかなとちょっと思っていますので、こちらの、まずパラソルスティック、これをセーニャの分作ってみましょう。上下打ちで埋めていきます。さあプラス1か。そうなるとセーニャの分のこのゴールドトレインも作っておきましょう。さあ、こちらもプラス2。さあ、これで、おっと、打ち直し職人。これで、シルビアに、鋼の剣と、ゴールドトレイ。そして、パラソルスティックを、セーニャに渡しておいて装備はしない。ゴールドトレイも、渡しておいて装備はしない。よし。これで、ボス戦になったら、装備を変えていくという形でやっていきたいと思います。さあ、それでは、おっと、なんか、あれが変わってる、地図が変わってますね。びっくりマークがついているところ、これは海底に行くと、あそこの怒りのマークのところへ、海底から移動できるという印なのかな。まあ、いろいろと行ける場所増えていますが、まずはまあ、人魚の女王様に教わったところから行ってみましょうか。ちょうどあのびっくりマークがついているところですね。そこからメダルの、学園へ行くことができるはずです。おーっと、世界樹がだいぶ近くにある。そしてここが雪。雪の世界。ここの北にも、行ける港、怒りマークはありますが、こっちの東の方へ行ってみたいと思います。おー、なんだこれ。虎男の白熊バージョン。ラッコアーミー。まずはこっちのマリンスライムを倒しちゃいましょうか。はっ。
貝を取り出して食べ、うおう。なんだそりゃ。ベギラマツエ。おお。これは好みの貝だったのか。食らえ。よし。おお、なんかいろいろやってきますね、これ。さあ、勝ちました。さあ、では進んでいきましょう。まず、ここで、海底に潜るわけですね。そして、海底を進んで、こんな風になるんだ。てっきりダンジョンが続くものかと思いましたが、こんな風に、まあ、実質ワープするわけか。はい。さあ、メダチャッタ地方来ました。メダル女学園、会長の幽谷、そして南の方にプチャラオ村、いろいろありますが、まずは話に出てきているこちらメダル女学園、これを目指しましょうか。よし。前にあの鍛冶職人一徹の、これはドルイド、鬼面同士、現実しか前に鍛冶職人一徹の本で読んだ限りでは、男の自分が言ったらもう門のところで追い返されたという話でしたが、キリアは果たしてメダル女学園に入ることができるのかどうか。王立メダル女学園、小さなメタルお持ちの方、大歓迎。この看板を左に。わかりました。おっと、ぶつかっちゃったか。さあ、ではこちらへ進んでいきましょう。特に何もないか。おっと。さあ、メダル女学園やってきました。おお。おお、女生徒が、ドラキー？ドラキーと一緒にいます。ん？あれはリップス。門のところにリップスがいる。モンスターと一緒に生活してるのか。おお。ホイミスライムとか、ちょっとあの、大きいのはなんだ、あの、制服着てる女子生徒に混ざって大きいのがいましたけれども。お。これはなんだ、効果を歌っているのか。年齢も様々ですね。小さい子から腐った死体まで。はい、皆さんよくできましたな。今日も一日素敵なレディーを目指して頑張るのですな。気をつけ。ごきげんよう。ほう。はい、ごきげんよう。なんだこれは。はい、いや、特に用事が、むむむ、民の方、非常に誠に驚くべきことだ。わかります、私にはわかりますな。何かだ。とんでもない才能を秘めておる。まあ勇者ですけど。はい、スキップしています。一応追い返されるということはなさそうですね。
あの一徹はなんで追い返されたんですかね。はい。メダジョ。ああ、ここも入っていけるのか。うおー、鳩。一徹は守衛に追い返されたと確か言ってたと思いますが、そんなによっぽど追い返されるほど、怪しい動きとかしてたんでしょうか。こんな風に。皆さん、メタル女学園へようこそ。はい。わかりました。では、ここから先は、また次回にしましょうか。今回はここで終わりにしたいと思います。次回はここの奥へ行っていろいろと話を聞いていくことにしましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またこの続きを見てもいいかなと少しでも思ってくださいましたらチャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。